どうやっていきましょうか。令和3年度のね、1年生。1年生の英語なんていうのはほぼ簡単ですわね。1個1個単語を覚えていってくださいと。まあ、そんな感じですね。はい。まず、このベースボールプレイヤーです。この野球選手はクオーだとクール、冷たい。冷たいでかっこいいという意味があります。かっこいいよねと。かっこいい。で、えー、みんな好き。彼をです。これ、he, his, him, his。 和の鬼のもので覚えてくださいと言ってます。私はね。で、え、ヒこれ彼やから he, his, him, his、ひー、ヒズ、ヒム、ヒの、こっ丁寧に説明すぎかな。ひむお、だよね。彼を好きです。ということで、ひむを選んでください。次、ボブ・トム・フロム・ユーケー。ユーケから来ましたかと、こっからアーが飛び出してるのよ。で、 ノー <laughs>、no、かイエスかですね。でまず2人なのでこれ絶対ゼイです。オッケー。なのでここは違いますと。でノーゼイドンとかイエスゼイアーかこれポイントとしてはイエスかノ、no、ーは分かりませんがここのドンとア。 を見てください。あーで聞かれたらあーで答える。まあ、B 同士で聞かれたら B 同士で答えるし、do で聞かれたら、もしこれ do とかやったら don't と選んだり、do で聞かれたら do で答える。d a s で聞かれても d a s で答えるし、will で聞かれたら will で答える。ということで、間違えた。今回はあーなので、yes, they are を選んでください。次、こんにちは、何々 eat food here。食べ物をここで please お願いします Oh, I'm sorry. ごめんなさいと謝ってます。なので、ここで食べないでくださいしてはいけませんよ。don't です。禁止の don't.don't eat. です次、Amy、e、study. 二郎と一緒に勉強しているんですかという疑問文を入れるのかなわからへんけど。で、in the library。ごめん、嘘ついた。えっと、場所を聞いてるわけですね。図書館でと言ってるので、 場所を聞いてください。Where です。Where、どこ、えー。なので、Where を選んでくださいね、はい。次、あなたのお姉ちゃんかお妹は動物を好きですかと。No、えー、彼女は好きじゃないです。No なので否定してくださいね。否定してないこれは違う。で、どんとか doesn とか、今回だぜんとですよね。一人の時は S をつけてくださいと。 言ってます、ね like、で s こほんまは「like」s やったんですがここの「s」が取れてこっちに来たよとそんな感じです。Like、次はいじゃまず全部訳していきましょうかまずこういうのは問題をちょっと読むっていうのも大事よね でこういう内容と合うものを一つ選びなさいとかいうのがあったら大体この順番に本文上の文章に書いてるのでこの一番上だけを読みますミルクは違うよとミックスとジュースの中にはないよとそうかどうかはまだわかりませんで訳していきましょう エミリー、ケンジとエミリーですね。エミリー、レッツスタート。始めましょうと。インタビューを始めましょう。あなたは好きですか大阪が。とはい、好きです。と、えー、人々、大阪の人はい,いい人だと。ナイスだと。そして、フ、えードオブ大阪大阪のフードはいいよと。おいしいよと。で、What the food of 大阪。まあ、What the food でいいんやけど、大阪のどんな食べ物があなたは好きですかと。 私は好きだとミックスジュースが、えー、いくつかのフルーツとミルクがジュースに入っていますとはいなのでミルク入ってるよねさっきミルクは入っていないということでこれはツです次ケンジはラビットうさぎを飼っているかどうかをまた本文を読みながら頭の隅に残してね読んでいきます続き何のフルーツがあなたは好きですかと でえー、っと I like banana バナナが好きです私は食べる2つのバナナを毎朝すごいね毎朝ですかと次にあなたは動物は好きですかと聞いてますはい私は One rabbit and two cats シンガポールで飼ってますエミリーはラビットと 1, 1匹のウサギと猫を2匹の猫を飼っていますと で次、ケンジは、I have a cat too、えー。猫を飼っています。You have a big yellow bag。これ違う話になってますね。なので、ここ、ほら、猫を飼ってるので、ラビットを飼ってるわけじゃありません。次、エミリー wants a blue bag。青いカバンが欲しいかどうかを見ましょう、えー。あなたはイエローのカバンを持ってるのよね。と。あの何の色があなたは好きですか 私は好きだと白、青、黄色。I want a blue bag。青いカバンが欲しい。言ってるね、エミリーさん。はい、なのでこれが正解。で、一応読んでおきましょう。エミリー行かない学校に友達と学校に行かないかどうか。で、え次。あなたは行きますか学校にあなたの友達と。Yes! と言ってるねなのでみんな友達と行くっつってミカと私は学校に行くミカと私は滞在する彼女の家に Thank you, Emily インタビュアーやからねありがとうと私は作ることができるえニュースペーパーアーティクル新聞記事をいい新聞記事を作れるよとまあ学校新聞かなんかでしょうねということでまあこの問題は答えることができていますなので それ以外やっていきましょうお好きな大阪の食べ物は何ですかじゃあ好きな果物は何ですかって言ったらバナナですねバナーナーズここちゃんと書き抜きでいちごで書き抜きなのでバナーナーズって言ってたでしょ、uh, Do you like m i x j u i c e w h a t e Fruits do you like?I like Bananas ここを選んでくださいここね赤にしとこうここバナーナーズ で、えー、次、えー、っとやった飼っている動物は12番はラビットですねラビットと,、えー、っと2キャッツですねここは3番2番ね3番はキャッツちゃんと複数形にしてあげてくださいここで2番は終わりねこれ,これ1番がバナナズね 次、エミリーが大阪について感じている印象を書か,かれたものです。括弧内に適切な日本語を選んでください。大阪について印象、大阪の人々、素敵だしって言ってますね。大阪の人々、素敵って言ってましたね。ここです。People in 大阪 are nice and、ということは素敵だし、Food of Osaka is good。なので、大阪の食べ物は good だと。大阪の食べ物。 ちょっと字が汚いですが、が、食べ物は、まあ、グッドでのなんて書くかやけど、まあ、良いでいいと思いますよ。良い。ということですね。これが印象です。はい で次、ポスター見ながらお話ししてますよという文章でしょう。ポスターはまあちょっと無視して、会話文もちょっと無視して、問題を読みましょう。曜日を入れましょうっていうのと、会話文4語入れて、数字入れてください。以上ですね。なので、内容一致ないので、そのまま読んで、何か出てきたら問題解きましょうか。次、まず読んでいきましょう。シティアートミュージアムは持っているスペシャルエキシビジョン。 こういうので、ね、分からんかったら米印ついたらここにあるんですよ。特別展を開催する。特別展を開催すると言ってます。私は好きだ写真が。ベンと呼びかけてます。ベン、何々 to と。なので、to 何あなたもっていう感じでしょうね。なので、A の問題見ましょう。A, A, A これ、4語の英語を入れてくださいと。で、ここ、ベン、あなたも写真が好きですかですね。Do you like? ここね。え、あ,あ、ミスった。ここ、小文字で始めないとダメですよ。Do you like pictures to? です。はい。次、Do you like pictures to? で、はいと、ベンも好きです。I like、これ the、the pictures のこと。とても、very much はとても。え、picture on the poster。ポスターのピクチャーは美しいと。 で、I want to see 見たい写真を in a special exhibition 特別展の。じゃあ、レッツゴー行きましょうと。シティアートミュージアムに。今日はオクトーバー18ですと。で、えー、私は持っている my music club あ,あるの方がいいかな。私はあ何々があるんだと。music club がこ今日の午後。そして、えー、水曜の、あ、水曜の午後、ん 午後かにもあるとで、Do you have time on Tuesday? あなたは時間がある ?Tuesday afternoon にと。なんだこれはこれ何の話してんの今日は何曜日なんでしょうか ?Today is October 1 8と今日水曜日にはあるよと言ってます。まあいいや。ちょっと問題を読みましょうか。あ、これを言ってんのね。 はい,はいはいはい。ということで、まだもうちょっと見ましょう。私はあるんだと、ダンスクラブが火曜日の午後と水曜日の午後。ということで、えー、っと、水曜日と火曜日、Tuesday と Wednesday には、えー、っと、アミアミは、えー、っと、京都。Today と、えー、水曜日やったっけ 水曜日が無理。で、ベンは、えー、っと、なんだダンスクラブが通うと水曜にあるよと。How about 何々 morning?Sorry, I go to the library on the day. その日は、えっと、図書館に行くんだと。で、私はある。バスケットボールクラブが in the afternoon on the day。なるほど。afternoon にはあるんだと。なるほどね。 <laughs> どっち ?How about 何々 ?Oh, look, the city art museum is closed on the day.How about Tuesday?Thursday, ね。I don't have a plan on the day.I'm free to.Thursday, とということで,でしょうね。That's that good.Let's go on.October 何々 sure. あれ、全然わかりませんね。<laughs> すいませんね。で、 12、えー、に入れる曜日として1つ選びなさいと B に入れる数字として選びなさいまずここを見ましょうかミュージアム a w a r ズ s closed on Friday from、Saturday、October 17th to Saturday October なるほど日曜日の17日と10 23日の土曜日ですねで えーっと、何やったっけ ?today is October 1 8だと。18日ということは月曜日ですね。今日月曜日だったんですね。今日マンデーです。マンデーの18日。18、19、20、21と。で、えー、っと、金曜日がん、何やったっけ ?on the day. ライブラリーに行きますよと。で、1日は、ごめん、何やったっけ違う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 。 何,です have a 何々モーニング、ゴティオン s デイ、マイハンマイバスケットボールクラブインディアフテ n t オン d デイ、ここも見なあかんのかなうん、クローズドオン、フライデイ。まあいいわ。サーズデイ、フライデイ、えっと、サタデイかな ?22、23。何日まで入ってんのやったっけ ?23 までやってんのよね。で、えー、っと、 と何を見たいかというと18日はクラブがあるから無理とと水曜日も無理で Tuesday afternoon はどうと言われたら Ben は Tuesday afternoon と Wednesday afternoon は無理5日の朝はどうと言われたらライブラリーに行くんだよとで My basketball in the afternoon on the day afternoon にあるから無理やと How about 何何って言ったら クローズオンザデイなのでここの日にはクローズしてるんですよフライデーが確か休みじゃなかったクローズオンフライデーということでフライデーのはずです二番はフライデー。これ難しいですねフライデー。Friday. あフライデーじゃって書くんじゃないなおですね一番の曜日難しいなこれなえー、っと何々モーニングゴートゥドライバリーアニメクローズオンザデイ How about t バーズサーズデイ木曜日はどうと Uh, I have a plan I don't have a plan that day. ということで、じゃあ木曜日に行くから21日ですね。オクトーバー2 1 B は21ではすぐ分かるね。で、えー、と1番はどうやって分かるんでしょうかあ、この日しかないんか。Tuesday, Wednesday, サーズデイでフライデーは閉店でしょだから23日はどうって聞いてるはずよね。もう空いてんのがさ、話してる日がもうこれしかないのよね。23日。なのでサタデーモーニングでしょうね。23番は、23じゃないごめん。サタデーモーニングか。サタデーはどうですかと。ちょっと難しいね、これね。はい。で、次行きましょう。次の問題。オーストラリアのね、メールね。 はい、メールと内容と合わないもの答えと指摘しているものをどうのこうのと言っていますまず問題を読んでいきましょうかはい、えー、ミス・ヒルさんメールを送りましたオーストラリアの留学中ここを最初に結構読むのが大事かもねオーストラリアのケンタが、えー、ALT のヒルミス・ヒルさんに送りましたと、はい、ヒルさん、えー、学校オーストラリアの学校生活はいいよと 私たちの学校の制服、オーストラリアの学校の制服はいいと。えー、スポーツに。まあ、動くのにいいよと。私は 6, 6つの授業があって、1日に。そして私は勉強する10個の科目を、この学校で10個の科目を勉強しています。朝、私たちはをも、ハブモーニングティーがありますと。 インディスク後この学校に。そして私たちは食べることができるフードとか、えー、フードを食べることができて、チャットというのは、まあ、ぺちゃくちゃ喋ることができます。私は楽しんでいるその時間を。で、インディスクオーストラリアオーストラリアのこの学校では私たちはありませんと。学校の部活が。そして私はフリータイムがあります。放課後に。 で私は楽しむことができる、えー、自由時間を友達と。しかし私はミスしたスクールクラブアクティビティを見逃していたということですね。あなたはなぜかわかると。私、どの h y というのはなぜこれなぜね。y ってなぜやから。あなたなぜかわかると、えー。私は好きだ。バスケットボールがとても。日本では私はバスケットボールが バスケットボールする、来ることができる、アザスクークラブアクティビティ、学校の部活動として、私の学校では。しかし、私はプレイすることができない、それを、クラス、クラブ、学校のクラブ活動としてはできないんだと。で、私はバスケットボールをしたい、私たちの、ここの友達と、で、私たちの友達と先生は、 この学校の、オーストラリアのこの学校の先生と友達ね、は、とても優しい私に、私は楽しんでいる私の学校の生活を、ここでの学校生活を、See you! また会いましょう。ということで、やっていきましょう。メール内容。ケンタが留学している学校の世界は運動に適しています。なので、あが違うね、いきなりね。 ケンタが留学校では、ケンタは1日につき6つの授業を受けてるし、留学生、モーグニングティー、食事、食べることができるって言ったね。学校の先生は、とても優しい言ってましたね。とても、ベリーカインドだと言ってます。次、1位の質問の答え、適しているものを選びましょう。How is school life, Australia、oh, for k e n t h e doesn't like sports. おかしいよね。Yes, no で答えるわけでもないですね。How で聞かれたら、どうと聞かれてるので、好きよとか、好きじゃないよとか。 そんな感じ言ってください。で、スポーツは好きだと言ってます。バスケットボールを好きだと言ってます。彼女は、彼は、えー、スクールユニフォームを持ってます。まあ、これ文章として正しいですが、おかしいですね。どうですかと。学校生活がどうですかなので、いいよと言ってください。で、A を選んでください。で、次、How many subjects?10 やね。10って言ってたね。これ、いいです。うん合ってるよね。いいね。 いいよね。合ってるね。カッコに、8のカッコに、いいね。合ってる。で、えっと、次、I miss school club activity、なぜですかと。で、これは、答えは、うです。ケンは、健太タは、I miss というのはなくて寂しいと思うと。バスケットボールしたいからですよ。クラブ活動しばバスケットボールできないから、部活動がなくて寂しいよと。 そういうことを言ってます。日本ではがこれ違うね、いいわ。で、自由時間はあると言ってます。で、健太はとにか好きじゃない、好きですよ。なので、うが正解です。次、またスピーチして、どうのこうのというのをまあ読んでいきましょうか。もうそのままやっていこうか。はい <coughs>。スミスが英語の授業で家族の紹介をしますと。スミス先生、2人の生徒が質問をしています。その後ね。 スピーチと質問を読んで答えてください。Hello everyone. こんにちは。皆さん。見てください。写真を。これかな。I have one brother. 一人の弟かな。and two sisters. 一人の弟と、弟と、まあ、sisters。お姉ちゃんとか妹がいますよと。彼らの名前は Tim Betty Emma ですと。Tim はライククッキングが好きです。彼は、 good food and I 何々 are f a n of his cooking と言っていますで、えー、これティムの話ね He has concerts with his friends ああなるほど彼はごめん間違えた彼は、えー、ギターもうまいんだよとこれティムの話 こ,れこういうふうにね、何の話してるか分けていくと分かりやすいでよベティはミュージックと、ミュージックが好きで聴くんだと音楽を毎日彼女は好きだダンスも好きですとトゥーとの何々も彼女と彼女の友達は踊る一緒に毎日水曜日に彼女は時々サムタイムズは時々歌うと 彼らと一緒に。これエマこれベティこれエマエマは好きだとハンディクラフトハンディクラフト手芸が好きです手芸ってよく分からない彼女は作ることができるバッグを作ることができます私のカバンはプレゼントフロムエマエマからのプレゼントです私はよく使うそれを、えー、彼女はプレイすることができる えー、バスケットボールをとても上手に私は好きだと My brother and sisters がと Thank you と言ってますねで質問1 student は何々 is Tom Tim's speciality it is pizza と言ってますじゃあ CC って何あスピーチ中の AB に入れるやつを選んでくださいまず AA に入るのは A です これ、彼は主語、動詞やからね。で、これ、一人の時は動詞に S をつけてくださいということで、クックスを選んでください。で、次。えーっと、私はファンですと。 彼のクッキングのファン。ファンってわかるあのファンよ。なんか BTS のファンとか。そういうことで言ってます。なので、I の時は B 動詞何使えますかということです。I am a fan ということです。で、えー、次、C に入れるクックとして、これはどのようにして、誰の、どこを何、何ということで、C、えー、何ですかね。スペシャリティの得意料理は何ですかでしょうね。なので、What を選んでください。 で次 <laughs>、えー、スピーチ。次の1から3に入る入れる名前。何々、音楽が好きで毎日音楽聴いてるのは誰やったかっつったら、ここはね、ベティーさん。ベティーさん。ということで、ベティーウ、えー何。友達とコンサートを開く。なんかギター得意って言ってたね。ここですね。He has a concert with his friends.Team ですね。ティーム 何々は、エマからもらったカバンをいつも使っているのはスミス先生。エマがくれたと言ってて、I usually used it と言ってますね。ここです。間違えた。ここね。はい。で、えー、っと、次は、スーデントに質問に D に3語の英語を入れて完成。で、主語と動詞を含んでくださいと。何々。Where does Betty dance with Dance every Wednesday. 毎週水曜日、ベティはどこで踊りますかと。で、えー、ここは難しいかもしれません。しベティのことです、これは。しダンスイーズ。ここまでがセットですね。ここに本間は S があったのが、ここのに持ってこられて消えてるんですよ。 じゃあ、肯定文。まあ、普通の文章やったら、ベティ・ダンス・イズなんですが、ベティ、ベティって、ベティって言ってるので、言い換えるんですね。代名詞に変えて、シー・ダンス・イズ。で、どこでか、in the dance school、ダンスクールで踊っていますよということを答えてください。で、えー、次、答えと指摘して適しているものは、ベティは時々歌う彼女の 家族と、家族じゃないねた。No, she sings with her friends でしょうね。ということで、うです。ベティの話あったでしょ。ここね。ほら。えー、she sometimes sings with them. e ムというのは、ここですね。her friends のことです。なので、えー、これね。で、次。何のスポーツがエマはすることが、とても上手にすることができるでしょうか。と。これ、何のスポーツなので、No とか Yes の話ではないです。 はい、じゃあ問題見てみましょう。エマは、えー、バスケットボールですね。バスケットボールがとてもうまくできます。ということで、c c a n play basketball very well。ということで、これです。いが正解。以上、満点取れますね。頑張ってください。